ハブ消化管外科では大腸がんを中心とする悪性腫瘍、腹部救急疾患、炎症性腸疾患、肛門疾患に対する手術治療、薬物治療を担当しています。外科専門医研修プログラムでは20施設以上の連携施設を有し、5000件以上の手術症例があります。また多彩な研修先の選択肢があり、個々のニーズに応じてプログラムを作成することが可能です。下部消化管外科の専攻医の1日を紹介します。上原博樹先生は専攻医3年目の病院助教です。朝は毎週1回開催される術前カンファレンスで担当手術症例の術前プレゼンテーションを行い、患者さんの状態を詳細に把握します。午前中は病棟回診を中心とした病棟業務を行います。術後の患者さんを診察し、術後経過を注意深く見ていきます。午後からは大腸がん手術の執刀を行います。下部消化管外科では先行医の段階から腹腔鏡手術、ロボット手術を執刀し、早期から低侵襲手術治療の修練が可能です。低侵襲手術に欠かせないトレーニングにおいては、腹腔鏡手術のドライボックスやロボット手術のトレーニング用シミュレーターが複数使用可能です。下部消化管外科の上原博樹です。下部消化管外科は渡辺淳先生や福永陽介先生など日本有数の下部消化管外科医から指導していただけます。症例がたくさんあるため執刀する機会が多く、後期研修からロボットの執刀が可能です。また平日の病棟業務はチーム制で、休日は当番制であり、また夏休みを取得することができたりと、働きやすい環境となっております。ぜひ一緒に働きましょう。待ってます。下部消化管外科は大腸がん手術を中心としてですね、化学療法、放射線治療、内視鏡治療と幅広い診療を行っていますが、がん治療だけではなく救急疾患も多くてですね、緊急手術もたくさん経験することができます。また手術件数が非常に多くてですね、経験豊富な指導医がたくさんいますので、研修早期から腹腔鏡手術、特にロボット手術をですね、経験することが可能になっています。また、早期のですね、内視鏡技術認定医、ロボット手術プロクターの取得を目指していただきたいというふうに思っています。ぜひ下部消化管に来てですね、一緒に働いていきましょう。熱意ある外科医の先生のキャリア形成を全力でサポートいたします。下部消化管外科はみんなで楽しく明るく手術させてもらってます。渡辺先生という世界的にもとても有名な方の下で手術、また助手をさせてもらえることはとても勉強になります。皆さんが関西医大で下部消化管外科で研修してくるのを待ってます。1週間に7件から10件の手術をしてますので、皆さんが症例が足りないということはないですし、クローン病から潰瘍性大腸炎、急性腹症も積極的にやってますので、ロボット手術はもちろんですけど、腹腔鏡手術もまだまだ勉強したい人たくさん待ってますので、みんなで頑張りましょう。情熱。僕はもともと渡辺先生に手術を教えてもらおうと思って関西医大に来たので、シンプルに一番いいところは日本一の大腸外科医の手術を一番間近で見えることです。こんなチャンスがあるところはなかなかないので、ぜひ手術を学びたいという人は来てもらえたらいいかなと思ってます。よろしくお願いします。うちの科では直接教授から指導してもらうこともできますし、大腸は手術件数がもともと多いので、若い先生にも手術の機会がたくさんあって、特にロボット手術は触れる機会が他の科と比べて非常に多いと思いますし、他の病院では経験できないスピードでロボット手術が経験できると思います。お待ちしてます。